はい、どうも、ルーでございます。セブンナイツ2ガチャ引いていきたいと思います。はい。私の、チーム戦闘力も徐々に上がりつつあり、少し隠居してたんですけど、やっぱやろうっていうところがすぐに湧き上がってきて、まあ、なんだったんだっていう、その時間はっていうところだったんですけども、そのおかげでね、ギルドレイドの報酬もらえなかったりとか、一回分、もらったかな？ギル戦のやつはもらえたかな？うん。だから金が7万しかないっす。これは後で成長ダンジョンで、ゴルダンのチケットが52枚あるんで、これでやっていこうと思います。はい。で、今回はですね、ガチャを取ってきます。ガチャ引いてきますって言ったんですけども、ですね。開いてなかった、これ。おー、やったぜ。あざす。あざす、2個。超嬉しい。あれ？まだあったか。地図っていうか、剣。ガチャ剣が、溜まりました。ペットが20連。で、キャラが50連。あ、ペットじゃねえ、武器だ。で、ペットも20連ですね。溜まったんで、引きます。ジークが欲しいっす。俺、ほんと、PV 苦手で、だから、形だけでも、作りたいっていうのが、気持ちとしてあるんですね。もともと、形からやっていくっていう人間なんで、まあ、そこは、抑えていきたいなと思っております。はい。ではですね、まず、こちらです。武器の召喚券が3つかな。で、キャラ召喚券が1個ということで、これを引いていきます。ドン！あ、これは選択券でした。選択券はいいです。これも選択券か。これも選択権か。じゃあすいません。キャラで。ほっ。一歩たりとも先には進ませない。クレアか。いいね。持ってはいるけど、使い方に困ってたところがあるんですよね。中途半端な感じで。ありがたやー。よし。じゃあ、引きに行きますか。勝負！まずペットからいきます。どっせい！変わらず。変わらなかったんでね。スキップスキップで。お！いいね。気象異常。ん？これか。OK です。あ、ちなみに、端数は引かないです。で、石も使い切ります。キャラで。お、来たー！うん。まあ、20連なんですぐ終わっちゃうんですけど。うん。まあ、これ何かに合成できれば、幻突できればいいんですけどね。で、キャラいきます。で、俺は、ミンは特に欲しくないんですよね。これに変わるやつがないっていう。で、もともとジークが引きたくて来てるんで、まあジークに合わせていきたいと思います。で、
リンは手に入れてるんで、こっちの方はまだ足りないです。足りないので引くことはないですけど、まあ、集めて、トパーズ集めて、こちらのガチャも引いていきたいなと思います。エースかエヴァですね。こちらでしたら。うん。いやー、じゃあ早速参ります。端数は引かないです。と。うん。たまにランクアップするんだけどね。ゴー。目覚めろ、狂気の魔剣。ナイスチューミーチュー、ナイストゥーミーチュー、ジーク。さあどうしよっかな、この後。温存？温存かな？温存がいいよね。めっちゃ嬉しい。じゃあちょっと俺、その間に、あれやりますわ。装備の。あれ装備って武器だよね。これ武器選択権だよね。そうだよね。武器選択権。で、全部武器選択権だよね。オッケーオッケー。15まで上がるから、10以下のやつにつけたいね。違うわ。5まで上がるから、5以下のやつでメインのキャラかな。ということは、ギガンテス、アバランチ、バリオン。で、いきますか。うん、そうしよう。イワンテス。ん？ちょっと待って、バリオン。アバランチ合ってるよね。俺頭悪いからすぐ忘れちゃうんだよね。でギガンテスでいいんだよね。あぶねえ。頭ルールかなんでね。ギガンテスの輝く、やば、これ輝くじゃん。あぶね。ちょっと待って、他のやつはどう？あっぶね。輝くある？これだ。輝く、そう、あとは、あー、これがいいかな。輝く次元支配者。そうだね。輝く次元破、次元破壊者。危なかった。途中で気づかなかったら、やらかしてたよ。ガッシンゴー、ガッシンゴー。よいしょ。あ、金がねえんだった。あ、はい。
え、じゃあ強化もできない？ご将軍。ダメだ。か、金がない。あ、金がないから、あれ？ギガンテスは作って、そうだ、ギガンテスは作んなかったんだ。足らない。足らないナイツ。この後、頑張って、回ります。な、アイコン変えられますよ。新キャラが出たからね。はい。というわけで、ご視聴ありがとうございました。ルーでした。お疲れ様でした。バイバイ。